幸せってなんだっけなんだっけというわけでねハローエブリーワンアーイユーハピーイエうん？ちょっと声小さくないもう一回いくよアーイユーハピーイエうんまあいいか <laughs> というわけでねいやにしてもですよ日本の幸福度が低すぎる本当これを何とかしたいと思って今日はやってまいりました えー、株式会社あなたの幸せが私の幸せはまあ以下省略超長いんで137文字あります、えー、チーフハッピネスオフィサーのおーハッピー栗原でございますえっとちょっとちゃんと聞きましょうあなたは今幸せですか幸せだと思う人ちょっと手を挙げていただきますはいカチ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 カはいありがとうございます今ですね8765人の方が手を挙げていただきましたけれども よかったですね、今手を挙げた方、長生きしますよ。いや、これ本当の話、実際に幸せな人は不幸せな人よりも7年から10年長生きするっていうデータがあるんですね。だけど、まあ、今、じゃ手を挙げなかった人は、うんうんうん、ですが、ご安心ください、幸福度は上げられるんです、トレーニングで幸せになれる。 そそもそも幸せととは何だとこれを解明しそして幸福度を上げる方法を研究しあらゆる分野に応用していくこれが幸福学です、まあ、実際にいろんな分野にも応用がされています例えば製品開発サービス経営人材育成そして介護あるいは医療例えば医療ですと 看護師の方の離職率を下げる、まあこういう研究もあります。私が経営している介護施設は今二十カ所ありますけれども、最近介護フラというね新しい、えー、踊りを開発しました。もう介護中のおじいちゃんおばあちゃんでもあるいは障害者の方でも座ったままゆっくり踊れてでリハビリにもなるそして幸福度も上がるというものです。ぜひ。 どこでも無料でお教えしますので行きますので、えー、お気軽にどうぞさて皆さん幸せと聞くと何を思い浮かべますまあこうですよね例えば結婚とかねうんうんうんあるいははいお金お金そうねこれ来ます,来ますよねあとは ああ出世ね、まあ、こういったのもあるかもしれませんねそしてポン酢しょうゆがあるうちさはい今笑った人結構年齢層高いですよ <laughs> 実はもうこれらはすでに研究されていますあポン酢しょうゆは別としてですよまず結婚結婚は幸福度を上げますただし 40歳代の方は離婚した方が幸せっていうデータがあるんですけどおまあこれを聞いてすぐ行動に移さないようにしてくださいよ、まあ、そんなデータもありますがまあ結婚は幸せです続いてお金お金は手に入れた瞬間バッと幸福度上がるんですでもすぐ下がっちゃう長続きしないんですね同じように出生もそうでありますパッと上がるけど長続きしない 幸福度が上がらない要因の一つそれは長続きしない幸せを追い求めてしまうからなんですねだからやっとの思いで手にしたけれどもあっという間にすり抜けていくだから幸せは感じられないこれをノーベル経済学賞を取ったダニエル・カーネマンはフォーカシングイルージョンというふうに名付きましたつまり幻を追いかけてはいけないんですまあ整理しますと 幸せには長続きする幸幸せせと長続きしない幸せがあります長続きまず長続きしない方の幸せいきましょう長続きしない方の幸せは小さいと言われてうんまあ簡単に言うと金物地名誉こういったものですつまり人との比較において幸せを感じるものそれに対して長続きする方の幸せこれは まあ金物地以外な例えば心の問題人とのつながり、はい、愛情環境そういったことが長続きする方の幸せですですので幸福学では長続きする方の幸せにフォーカスをして研究をしていますまあ世界の幸せはどうかというのは気になりまして私はもう今七十か国ぐらい回ってきました行く先々の国で。 必ず聞きます Are you happy? 聞きますと大抵もうすぐに答え書いてきます Yes! Of course! 返ってきますそこでホワイと聞きますそうすると大抵次の5つに答えは集約されていましたホワイ幸せさだって家族がいて今日はした食べるものもある そしてて友達もいて屋根があるさらに酒まであるんだぜ他に何を欲しがるって言うんだいここれれはいろんな国でで共通して言われたことでありますつまり今ある幸せに目が向いているそして自分がどういう時に幸せを感じるかをしっかり理解をしているっていうことだと思いますでは日本ではどうでしょう あなたは幸せですかと聞かれて「イエー幸せだし!」って答える人はあんまりいませんねまあ大抵は「えまあまあ幸せですと」とまあこれはしょうがないですよね控えめな国民性ですからまあ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 これいいじゃないですかただ大抵はですね「あなたは幸せですか?」って聞くとあのなんか怪しい勧誘かと思われて「いやいいです」とか言われる、ね、<laughs> しかも当時あ俺こんな感じだったんですよやばくないですか あなたは幸せですか <laughs> っつったら虫どころかねあれですよ走って逃げられますからね <laughs> 大変なことですよさて <laughs> そうなんです控えめな国民性まあここまではいいでしょうとただ次がね引っかかるんですよ幸せって人それぞれだよねこれよく言われませんまあもちろん幸せの感じ方は千差万別いろいろあるこれは分かるでもこれは見方を変えたらですよ 自自自分が自分が自身の幸せについいいててよく理解ししななんじゃないでしょうかだから次に次に求めるけどもこれじゃないこれじゃないまさにフォーカッシングイリュージョンを追い求めているこれが幸福度を下げてしまう要因の一つだということでありますでは簡単に幸福度を上げるワークを一つえご紹介しましょう。 非常にシンプルです毎晩寝る前に今日あったいいことそれを3つたった3つです3つ書き記してくださいたったこれだけこれを1週間やるだけで幸福度は上がるんですさらに言うと抑うつ傾向は下がっていく非常にシンプルです続いて 成功と幸せについての研究もあります一般的に成功したら幸せになれるこういうふうに言われてきましたそれは本当だろうかというのを研究した人がいます、まあ、成功っていうのは単にお金持ちになったとかねそういうことではなくてもっと広い意味でまあ理想通りの未来になったとか広い意味での成功を意味します。これ調べてみた結果成功した人は確かに幸せな人が多かった。 でもその成功した人はもともと幸せだったんですもともと幸せだった人が成功しているうーん何でしょうねこれ。ということはこの幸せとは何ぞやとこのやっぱり根本的な理由が知りたいそこで私が所属している慶應義塾大学の前の研究室では幸せのメカニズムを探るために全国アンケートそして分析を行いました。 すると幸せは4つの因子条件でできていいるととうことが分かりました、まあ一つは自己実現と成長とまあ簡単な言葉で言えば「やってみよう!」と思えているかどうかですね。で2つ目が「つながりと感謝」「ありがとう!」という気持ちを持っているかどうかそして3つ目が「前向きと楽観」「なんとかなるさ!」と思えているかどうか。 そして最後4番目が独立とマイペース自分らしさを出せているかどうかこの4つを兼ね備えている人は幸福度はバリバリ高いわけですつまりこの一つ一つを伸ばしていくことで、えー、人は幸せに近づいていく幸せになれるわけですさあどういう人かというと単純にとこういうことです感謝とつながりを大切にして自分らしさを出して どうにかなるさと挑戦している人こういう人が幸せな人なんです先ほど言いました幸せと成功の関係こういう人だったら確かに成功しそうな気がしません幸せに生きてたら成功しそうですよねだって周りの人も助けてくれるかもしれないでしょこれ逆を見ると分かりやすいんですよあ不幸な人っていうのはどうしうかっていうとね 感謝の気持ちを持たずにつながりを断ち切っていつも人の目ばっかり気にして悲観的で挑戦しない人これは成功しないじゃないですか周りの人も助けてくれないだから幸せな毎日を送ることで人は成功するつまり理想の未来が手に入れられるわけですでこれはですね決してあの条件環境関係ありません どんなにどん底な環境でもはたから見れば悲惨な状況かもしれないしかし幸せな毎日は送ることはできるんですどんな環境であったとしてもし幸せな毎日を送ることで理想の未来は手にすることができるんですこの幸福学をあらゆる分野に応用して日本のみならず 世界を幸せにしたいいと思っています人種、性別、国、環境、関係なく、すべての人を幸せにしていきたいと、そして決意として、私は必ず全世界の人を幸せにするんだというふうに、ここで宣言をさせていただきます。さて、最後です。聞きましょう、もう一度。準備はいいですかイエースいいですか いいですか。ああいうハッピー。イエス。ありがとうございました。お幸せに。